は賞金10億のレースを勝ったのだ。5000兆円欲しい。なんだこれ ?5000 兆円。それでは今回もウィザードリーゴツの試練をやっていくわ。今回は地下5階です。どんな階層だったっけ?ブロントさんがいっぱい出てくる階層とか。なんかゴムのアヒルくれそうだな。ゴツの試練には水泳レベルはないわ。今更出てきた金の山と一緒に焼却。動画的にこいつら嫌い。もう早く飛ばしたいな。ブレスレイダメだし。次だな。現実が見つかるまで結構探索した。次よりはマシよ。なんかドレインしてきそうね。てかこいつペクシマンじゃないですか。ペクシはなかなか売ってない。コンヨが売っているところにあったはずね。なんか出たわね。ブレスしてきそう。キメラって全部のドラクエにいるわけではないんだよね。少なくとも2にはいませんでした。サンダーごときではダメそうですね。キメラレベル114,514は無力か。てかこいつら全員ブレスしてきたね。でもまあ、多分全員瀕死ね。この右の青いグラはあんまり見ない気がする。残りはキメラだけ。翼を全部ちぎります。これでお金になるでしょう。いい感じね。HP が30も上がったわ。生命力があるからよし。はい、はい。はい、はい、はい、はい。ギョギョよ。マグロ。中の人はアグリチーズサーモンが好き。全員装備可能な優秀な靴。HP100 はまだ遠い。まだ気がついてない。なんてことだ、本物のバックスが見えた。そんなわけはない。ピーターラビットですよ。ウサギパイにしましょう。ていかも。このレベルでこの HP は優秀なんじゃないのか?特にコメントはないな。JDN コテ。ドレイン、先生できたし呪いを解いて消滅させるわ。てか消えたわ。呪いを解くって結構強いわね。もういらないわ、出るのが遅い。なんか先生できたし、普通に殴って終わりね。これが馬娘ちゃんですか?負けよ負けなのだ。ノー。なんかミスって警報開けたの。なんか強そう、闇魔法使ってきそう。ドルイドは変な仮面かぶって儀式してるイメージがある。地獄から神話を呼び寄せる。全日本空輸。ANA だらけの鎧。なんかアリスの人形の中にありそうなやつね。こんな物騒なのはないでしょ。でかいイメージ映像が催眠されてるのくさ。いったな、い。妖精なのだ。なんか呪文抵抗が高そうね。とりあえず殴る。なんか槍持ってるね。片手で振り回せるやつっぽい。てかマシッタンを。あえなく全滅。妖精は基本弱いな。HP が無事3桁に。探索と米変開始。なんかもう結構埋まってます。現実が遠いのが悪い。ボツ、ボツ。いつもありがとうございます。耳でマップが隠れるな。キャンパス、山野市民。幻想郷みたいな場所にあるのね。偏差値890以上の大学に10万以上のまんじゅうがいるのか。深く考えてはいけない。ずんだ教頭育成学校。卒業者は立派なずんだまんじゅうになるわね。シナリオ制作者を潜りたくなるほど、みんな大好き。もっとヤバそうなのもあるぞ。手だったら貯蔵としていりそう。トモウサギオールなし、一体千年。昔のファンタジー小説とか TRPG だとかなり凶悪な敵扱いされることが多いからね。全然バジリスクに強いイメージがないぞ。石化が強力な麻痺扱いのゲームもあるけどね、装備が石にならない理由。石化麻痺、なぜに。レミリア、あら?さっきよりそっくりな石像ね。ちょうど良いからロビーにでも飾ろうかしら。突然動き出しそう。ベスが聞いたです。のだ、そういう友柄は死滅すればいいのに。ポイ捨て。やっぱりマリファナとクロコダイルが最高。両方とも多分火がつくじゃねえか。ここはおもちゃ箱かな。ゴムのアヒル、こんなところに公園が。ひって WW、マグネット。マグネットは腹を切って死ぬべきである。またミクコンビが死んでる。これからもっとひどいことにもなるわ。次回から楽しみに待っていてね。5つの試練は被害考えると忍者より盗賊にってなるよね。それもあるけど、たまに盗賊用のアイテム回収率アップとかのアイテムもあるからね。WIG は意味が不遇なゲームだからね。今度から12回用、時代的に厳しい。マシンガンです。マスロー、強く堂々とした、立派な男子うどん毛は男の子な可能性がワンチャン。なんか菊渋にそんなんあったな。うどん毛が男の娘なの。そこはスーパーモンキー大冒険だろう。いや、ちびまる子ちゃんお小遣い大作戦と甘い板を優先につけるね。WIG での命は軽いもの。WIZ では全滅以外は大したことがないと判断される。かなり入り組んだマップだな。難しくはない。復活させてもバイタル減るのが地味に辛いのよね。それはレイズデッドディア、レイズアシカドルトでの復活だけだった気がします。2度あることは3度ある。まあもうすぐヒールパーティーが来るからどうにかなるだろ。ディバイントラップもなくない。 W 継続戦闘能力に大きな影響が出るから勘弁してほしいわね。基本的に宝箱は全部調べるからね。この成長は僧侶は僧侶でも火を吹いたりテレポする方に適性のあるクリなんやろ。文句言うかよ。ワフレーム腕が伸びそうですね。霊夢ならやれるわ。髪下ろしでもしないとできねえよ。スパークに嫌われているマリサ。知恵はそんなに悪くないはずなのになぜ。マスタースパークに嫌われているみたいなんかしさん。この段階で盗賊も装備できる武器としては破格の性能。しかもカットラスはなぜか SP で速さが上がるわ。大量に欲しい。これはササラちゃんがレギュラーの動画を作るしかないな。うん、別シリーズではチェリオ系は基本的にゆかりさんとタップを組めるマキさんが優先されるし、ソロだと再生数が多分検索の関係で死ぬ。そして WIZ で再びソフトウェアトーク系キャラを使う予定は今のところないわ。ボイロ的なのを6人分用意してゆっくりの代わりにしゃべらせるってのも編集大変だもんね。実はもう今ならアイボスとかを IMM4 だけでゆっくり感覚で登場させられるのだ。というか昔ボイロでやったこともあるし。厳冬期、なんかノスタルジックね。厳冬期って何だったっけ。一応アイテムの類は非戦闘時なら 50% の確率で使えるけども。呪文禁止でも一応はマシとかからは回復できるのはマシ。ただ気がつくかは別。なんかあるな、これは。ぶっちゃけ想像できない。無能、なんか。
あ、思い出した。これ確か部屋の形が左右対称よ。何をしているんだろう。もうここは楽勝ですね。ダークゾーンあるけど、もう構造がわかっていますから。マジで事前に知っているのは強いな。実際に捜索では男の子扱いされることが多いからね。リグルはそんな感じね。見た目は大事だよ。フロア全部じゃないのは申し訳程度の用心。フロア全部が呪文禁止エリアじゃないのはハクスラの時に楽ね。なんか謎のアイテムがあるわね。金の彫像、ただの換金アイテムだね。ちなみにさっきの米編の続きだが、4階は先生まで現実なしでいけるぜ。伝統的に高貴な身分の予定もあるね。紫の服多い。なんか昔は紫の占領が入手困難なんだったっけ。国旗にもゆかりって少ないですね。あらかじめ知っているかどうかでも心理的にだいぶ違うだろうしな。多分それは大きい。太陽のマスクも10階のあれもそうですね。すぐ帰れる状況なら開けても良いのでは。ステブラは呪文を忘れる可能性があったはず。テレポーテーションは忘れました。ふんどしや下着姿に近いビジュアルの敵もいるから全裸説をしたい。町中では条例によりうんぬんみたいな。なぜ現代日本ではないのに街中ではダメと決めつけるんですか。古代ギリシャかな。違う。食わないで死ぬか食ってポジルかの二択よね。もし食う時は内臓と皮くらいは処理して念入りに焼こうね。極限状態でそんなこと考えられるのか。多分無理ね。実行も困難。そういやたの階層からテレポで侵入は可能なのかな。一応マーフィー先生のところは行けたわ。呪文禁止エリアじゃなかったけど。言うてもイノシシくらいのデカさのネズミなんよ。ダンマスのジャイアントラット。原始時代のネズミかな。ファンタジー世界のジェリーだからおかしい。来中かもしれない。ピチュなんか燃えているな。191に電話を。燃やがれガンダム。汚いわね当然。変な病原菌湧いてそうね。なんか来たわね。戦闘開始。また霊石関係かしら。なんか弱そうね。ボーダーガードって怒りでも守ってるの。ボーダー障子。地下総額は1717兆、1717億、1717万、1717円。17を強調するネタはあったわね。ゆかりん17歳。なんとなくゆかりは見た目20代前半なイメージ。敵は雑魚。それでは物を借りていくぜ。多分中身は霊石ですね。木の霊石です。これは月月か水木金金ね。ここ最初は呪文禁止エリアじゃないと気づかないままボス戦する人もいるんだよね。昔のバージョンだと呪文禁止は可視化されないからね。ビショップのサナエが食らったのが痛い。トレイン。まあ実はサナエならあんまり痛くはないぜ。戦闘では補助だけだからな。問題はレベルが足りなくて鑑定できなくなること。ダークゾーン地帯に入りました。むずくはないことが確定しています。さすが棒立巫女。ヒヤッハー。魔法禁止エリアの奥にアジトを構えるのは賢かったが、冒険者の前には無力だったな。プレイヤーが操作する冒険者はある意味最強の存在だからね。もう少し低いレベルで来る人もいるだろうからね。まあこの動画はレベルがかなり高めだと思うわ。フロア最初で必ずモンスター図鑑を埋めたりするからね。明確におばあちゃんからは若返ったって言われてるな。住職、法令線があり、その影響もあるけど、怖すぎまで口に食われてたやで。犬猫野鳥。海外では確か旅行バトとかも食べられていたからね。犬は今は海外に行かないと食べられない。ガダルカナル島で爆撃後に出される謎の肉。そうだな。人間は肉が硬いわ。ウクオモはゆっくりまんじゅうじゃないだろう。ボーランドボールは肉があるから食べられるわ。蒸気確かあったはず。傘は男性の先っちょに通じるものがあったからな。生えてる。ほうきもそうだったはず。サナエがお相手になることが多い気がした。確かに。さっきのと同じ。これはプレイヤーに左右対称だと気がつかせるためのものね。なぜ片側だけボロボロに。わからない。驚かせることができないから常に腹ペコとか属性が多いから扱いやすいってのもあるね。属性が多いのは扱いやすい。はっきりわかんだね。ワッカとかブロントさんみたいなネタキャラは扱いやすいのと同じ。それも地味にこのシナリオの評価が低い一要素だったりする。強化されるのが遅すぎる。そして古いシナリオだから、ゲーム上ではアイテム情報は最低限という。動画的にアイテム情報非開示はやめて。まあおかげで WIG 動画が増えて嬉しいけど。今ニコニコで動いているソフトウェアトークのボツの試練動画ってこの動画を含めて4個なのよね。少なく感じる。WIKI の動画リストはこの投稿者の動画で埋まっている。行く必要のない階層走破してしまう罠とかもね。 WIZ1 は行く必要がない階層が多いからね。ニコは基本的には全階層行くことが必要。エロいシノは見せ方とか構図的な部分で絵が上手いから知らない。個人の感想。そうだね。三つ股の槍や十字槍もそういう目的だそうね。深く刺さらないように。ただの見た目要因じゃなかったことの驚き。桃の木、サンズの木。なので大昔の海上貿易とかは途中でそれなりの犠牲が出る事前ひさりで言っていた。人間の歴史は屍の上に築かれている。さっきゴミ装備が見えたな。呪われてそうね。普通でも戦闘面で微妙なビショップはますます役立たずに。呪文を忘れるわけではないから影響は軽微。鎧程度ではボロい差分にはならないのか。 W では覚えていたら買いましょう。任天堂の MOTHER で風と喘息の状態異常あったな。ありましたね。マザーランダム封印縛りも懐かしい。これのドロップ運次第だな。収録はある程度先行しているから時間がかかってもどうにかなるはず。今7回よ。ちなみに今は地下庭園5階。3年ほど前の動画らしいからコロナ禍初期であの始末だったみたいね。あの消毒スプレーやろう。そんな前からいたのと。貧乳うるせえのだもん。その人は6まで走ってたね。6のドット絵とかすごかったわね。中の人には真似はできない。6は SFC 版を所有しているけど今は収録環境がないのだ。かなり埋まってきたね。ダークゾーンで今どうなってるのかは分かりづらいけど。ドラクエボという装備で上がる捨てにも成長制限がかかるゲームもあるんやで。つまり星フルーデワガはないアイテム。恐怖の仕様。星フルーデワガゴミとか信じられないですね。もう8割方埋めました。WIG6、蜂の解説考察があるというコメントなのだ。よしじゃあ見てくる。このシナリオのボスは大体そんな感じよ。
さっさと倒さないと。今後は武器破壊とかも出てくるな。しかし経験値が高いのもいるから、経験値になるのも後で出る。でも追加コンテンツ買わないとグッド END が見えないとか、ストレスだらけでイライラする作りにするとかは NG。それは TDN ゴミですね。これはうざいしよう。てか時が経って DLC 購入できなくなったらひどいことに。なんかボスかなんかがいそうね。秘密の花園意味深。追加コンテンツといってもこの内容でこんな安くていいの、と思うものから完全に詐欺レベルのものまでピンキリだからな。なお後者が圧倒的に多いもよ。買いたいやつだけ買えばいい理論。ファンアイテムかな。公式に合法的に金を落とす手段。カードコンプしないと使命感。コンプガチャ。なんか花壇があるわね。花の手入れは大事だね。中の人には育てられないものだな。使いどころが今んところ不明だな。あの博士、ゲーム中でもワンコとエアリス交配実験とかも普通にやってたからな。今のコンプラでよく発売できましたね。人数分取るのだ。取ったーマン。本格的に攻略しないとナカロリー必要になりそうね。かけた第一はいつかはやるかもしれませんが、少なくとも今ではない。少なくとも1シナリオ挟む。マジでやるのか。とりあえず次のシナリオはハクスラが楽しいやつにしたい。大学なのに食堂じゃなくて給食制なんかい。メニューを選ぶ手間をカットすることでタイムパフォーマンスを上げ、満足度を下げます。申し訳ないが満足度を下げるのは NG。 シナリオ制作者を送りたくなるほどみんな大好き。なーに、コズミックキューブさんには叶いませんよ。大魔術師の期間はマジで長いから動画にするのは無理ね。WIZ4は撮影環境がない。これあらかたマッピング完了。あとは埋め残しを埋めるだけだな。もしくは石かぶれす。触れるとセメントのように硬くなる泥やね。ぶっかけみたいなのもあるか。なんかそれクレシンの映画にあったわね。バイオコーキングだっけ。わかる人いるの。ただの硬い棒ですな。今調べたらこのシナリオの杖はみんな知恵補正がないわ。ゴミ。マッピング完了。期間図鑑。キョレソンとか初めて聞いた。 W 確かにあんまり聞かない単語だね。その可能性がビレゾン。鈴線も髪が紫色だしね。ちなみに東方で紫色の髪のキャラは旧作含めて10人以上いるわ。もう裸忍者なんて時代遅れだからな。そうね、今は全身にダンボールの時代よ。今はガングロ変態仮面スタイルがナウナヤングに人気です。フリモメンスタイルも追加でお願いしますなのだ。ボイスピはセリフ後の間を早く調整させてくれなのだ。マップは左右対称。それだけ。これじゃダークゾーンも怖くないわね。現実が少ない。地よりはマシだけど。それでは今回はここまでよ。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入ったらニコニコならフォローといいね。ヨウツベならチャンネル登録と高評価をお願いします。